ラン酸ナトリウムは、ウランの塩である。ラン酸アンモニウムと、同じく初期のイエローケーキの主成分であり、その比率は、創業条件により異なっていた。現在では、イエローケーキは、各種ウラン酸化物の混合物を指す語になっており、必ずしも黄色ではなくなっている。英名のソディウムジウラナテ、から、スタとも呼ばれる。かつては、磁気性の技師に、 本物の葉のような傾向を持たせるために用いられたり、陶磁器の釉薬に混ぜて、アイボリーから黄色を出すために用いられた。これらの用途には酸化セリウムと混ぜて用いられ、ウランは重量にして0.008から0.1%、平均して0.02%程度含まれていた。1980年代終わりには使われなくなった。古典的なウラン生成法では、 センウラン鉱を粉砕して、硫酸と硝酸の混合液に溶解して、ウランを硫酸ウランニルとして抽出していた。ここに水酸化ナトリウムを加えると、ウランが重ウラン酸ナトリウムとして沈殿する。ウラン鉱からのウラン生成は、現在では、溶媒抽出法やイオン交換、揮発法に置き換えられている。また、ウランガラスの製造にも広く使われていた。これは、 ナトリウム塩は二酸化ケイ素に溶け込みやすいからである。直接イエローケーキのような素性連品を得るウラン、最高峰として、ウラン鉱床に抽出液を注入して浸出させた、溶液からイエローケーキを得る因出リーチング、ポーなどがある。ウラン酸化物、または、ウラニル酸化物と塩素酸ナトリウム、あるいは酢酸ウラニルナトリウムや炭酸ウラニルナトリウムを熱すると、 10ウラン酸ナトリウムの非消質個体が得られる。結晶を得るには溶融塩化ナトリウムに少量の8酸化酸ウラン、または非消質10ウラン酸ナトリウムを加えた後除霊して結晶化させる。赤みを帯びた黄色から緑みを帯びた黄色の中上、または洋上の結晶が得られる。イエローケーキの性質。原子力百科辞典アトミカ。高度情報科学技術研究機構。 2016年1月20日閲覧。ウランソセーレン。原子力百科事典アトミカ。高度情報科学技術研究機構。2016年1月20日閲覧。インシチュリーチング。原子力百科事典アトミカ。高度情報科学技術研究機構。2016年1月20日閲覧。ありがとうございます。